巨人の先発陣、地味にすごかった模様。わら。ホワイト豪昇生6回無失点109、グリフィ6.1回無失点99球、高橋霊6回無失点86球、山崎伊織6回3失点99球、メンデス4回4失点73球、2軍降格菅野智之7回無失点99、6人中5人が QS、 4人は無失点。えぐいな。昨年の先発号も12球団トップクラスだったしな。なお大して強くない。戸郷ここ40イニング無失点っておかしいやろ。ダルビッシュが育てたんか。中川が悪いよ。中川が山崎の失点も野手のせいやし、心配なのはメンデスだけや。中川で2敗しただけや。お前さんたちの期待にかかってるな。お前さんたちがいる限り無意味に近い数字。チュニドラに負け越しわら。これで負けてるのヤバすぎやろ。阿部の采配が全てを無に返すけどな。菅野復活して草高橋は慣れられた時にどうなるかやね。へぇ、5勝1敗なんやろな。 S3 勝3敗、阿部のバントがね。チームが野球が絶望的に下手なのが問題や。菅野は中日相手には無双やぞ。他は知らん。高橋霊が慣れられたところでメンデス他が上がってくればちょうどいいな。高橋霊は抑えられなくなっても困らん。他にも使いたい先発候補はたくさんおる。ご視聴ありがとうございました。